この間二世梅干しの作り方の動画を上げた時にコメントで自家製の納豆の作り方のお話で盛り上がったんですね。でその中である方が、大豆以外の豆でもできないですかっていうふうにコメントをいただいた時にふとそう言われれば大豆以外でもできないかなっていうのが気になり始めて、でちょっといろいろ調べてみたんですね。納豆作りは、まあ、ちょっともうずいぶん前に、納豆を作りたいなと思って調べてみた時に、まあ、大豆の入手が難しかったことと、なんか温度管理が50度ぐらいないといけないっていうようなことで、あとそれから納豆菌もなかったのでそれで断念してたんですね。でも今回は日本にいた時にたくさん納豆を買ってきてまだ冷凍してあるんですよ。でそう納豆をね冷凍しておいてもすごく長持ちして美味しいままで保てるんですけど、でまだあるので、納豆菌の問題はないし、今アマゾンなんかでも大豆扱ってるし、なんか50度じゃなくて40度でいいようなので、それだったらいつも私ヨーグルト作ってますので40度ぐらいの温度だったら全く問題ないということで、じゃあぜひ納豆を作ってみたいなって思ったんですけど、まず大豆が大豆なんかを注文する前にその大豆以外の豆でできないかどうかっていうのがとっても気になり始めて、でいろいろ調べてみたんですよ。そしたらなんかネット上で見つかった情報としては大豆以外でもできるらしいということで、なんかピーナッツとかトウモロコシでも糸を引くようになるらしいんですね。でもそれが美味しいかどうかって言ったらまたそれは別の話だと思うので、何かないかなって思って一番最初に思いついたのが、イタリア語でレンティッケっていう豆なんですけどね、日本名でレンツ豆って言うんです。どの程度ちょっと日本で知られている豆なのかわからないんですけど、まあそれがなんかそれで作ったら美味しそうだなって思ったんですけど、タンパク質がね 100g 中 9g しかないんですよ。で美味しい納豆ができるためにはなんかタンパク質の量が大事なんじゃないかっていう情報もあって、大豆に含まれているタンパク質は 36g もあるんですよね。なのでちょっと 9g じゃ全然足りないかなって思って、じゃあ難しいかなって思った時に思いついたのがひよこ豆なんですね。でひよこ豆の方は 100g 中に 20g タンパク質があるんです。なので、まあ、大豆よりは随分少ないんですけど、まあ、タンパク質としてはレンズ豆よりはずっと多いので、じゃあそれで試してみようかなって思い立ちました。で、そうなので、私こういうね、なんか気になることがあると待ちきれなくなっちゃうんですよね。もう早くやりたくて、早く実験してみたくて、なんかワクワクしちゃうので、とりあえずひよこ豆の缶詰が家にあったので、それを使って実験してみることと、レンズ豆も乾燥のものがあったので、それで、2種類で実験してみることにしました。でまあ、本物の納豆の大豆を使った納豆の方はいずれやってみたいと思うんですけど、まあ、作り方はね思っていたよりもずっと簡単みたいで、まあ、大豆とかそうお豆とか全部最初に柔らかく茹でて、その後その納豆菌と混ぜて、私は冷凍の納豆があるのでそれを解凍して納豆を混ぜようと思うんですけど、それで混ぜて、あとは40度ぐらいのところで空気が触れるような状態にして一晩置けばいいみたいなんですね。でそれだけでできるっていうので、もうこれはちょっと やってみない手はないですよね、うん、なのでとりあえず今日はでもその他の豆でできるのかっていうのが気になって仕方がなかったので、実験という意味合いで、レンズ豆とひよこ豆でやってみたいと思います。もしもそれでも美味しかったらいいですよね。なんか大豆よりももっと気軽に手に入るのでイタリアでは、なのでもっと身近に美味しい納豆菌ってすごい体にいいですよね。なのでもっと身近に、その納豆菌を摂取できるという意味でもすごくいいなと思っています。すごく楽しみです。結果がどうなるのか楽しみです。それでは始めたいと思います。これがレンズ豆というものです。このように小さい粒です。この豆はすぐに、柔らかくなるんですよ。なので水につけておく必要とかもなくて、これ洗ってそのまま茹で始めて20分ぐらいで柔らかくなってしまいます。なのでこれを今から茹でます。ひよこ豆の方はこのように缶詰で水にしてあるものがあるのでこれを使いたいと思います。それでひよこ豆の粒は大きいので一度洗った後切ってからもう一度茹でて使おうと思います。熱い状態の時に納豆菌と混ぜなければいけないみたいなので納豆ぐらいの大きさにして、それからまた茹でようと思います。
これが缶詰のひよこ豆です。これを今から適当にナイフで刻んでいこうと思います。大きさ、粒の大きさが揃わなくても構わないかなと思って一粒一粒切るのを考えたんですけど、めんどくさいのでこういう感じでざっくりと大体ですけど多少細かくしたのでこれを鍋に入れます。そしてもう一度水を入れて沸騰させます。はい、これ茹でてきました。茹でて、ザルにあけてきました。これプラスチックの容器なんですけど熱湯をかけて消毒しておきました。ここに入れてちょっとこのぐらいにしときます。で、これ熱いうちに納豆を混ぜます。なんかね、熱いうちに混ぜるのが大切らしいです。まあ、こんなもんでいいんじゃないかなと思います。これを入れてまんべんなく混ぜます。これを40度ぐらいの温度に保つようにします。はい、レンズ豆の方も柔らかくなりました。で、こちらの方はこの容器に入れます。なるべく空気に触れる方がいいみたいなんですけど、ちょっと今からお見せする保温容器があまり面積が広くないので、まあ、2つこの容器が入る大きさを選びました。もしね、これがうまく糸引いてくれたら結構粒の大きさも細かくてちょうどいいような気がするんですけど、どうでしょうね。こんな感じで混ぜておきました。熱いうちにやった方がいいみたいです。このように2つ用意できました。まだ熱いです。用意した保温容器がこれなんですね。これ発泡スチロールちょうどいい大きさのものがあったので、ここに電気回路、イタリアでは結構これ持ってる人多くて私も愛用してるんですけど、電気回路なんですね。これここに、コンセントがあって、これを電気にコードにつなぐと結構これ長持ちするんですよ。これだいたい 3,4 時間温かいのが長持ちするんですね。で、私これヨーグルトいつもこれを入れて作ってたんです。保温できる容器に入れて、これも一緒に入れてヨーグルトの瓶を入れておくとヨーグルトもできてしまうんですね。なので今回もこれで大丈夫だと思います。これをどうしようかな、こちらがこう入れて、この上に先ほど用意した2つの容器を入れます。このようにちょうどいい感じで、そして乾いた布をかぶせて蓋をずらして置いておきます。納豆菌が繁殖するためには空気が必要なみたいなんですね。なので密閉せずにこのように空気が入るようにして、置いておきます。で、それでだいたい24時間40度の温度を保つようにするんですけど、私はこの中に入っている電気回路をだいたい 4,5 時間おきぐらいにチェックして温め直そうと思います。そして明日の朝には日が照りますので、太陽の日に当たるように置いておこうと思います。それでは24時間後にまた続きを撮ります。とっても楽しみです。はい、24時間以上経過しました。私時々覗いてたんですけど、どのようになったかお見せします。なんかね、うまくできてそうですよ。こちらの方ももうね、本当に楽しみなんですけど、これ今から冷蔵庫に入れて24時間待った方が美味しくなるそうなんですね。なので蓋をして24時間冷蔵庫に入れることにします。明日また続きをお見せいたします。昨日スーパーに行って早速、他にもなんかちょうどいい豆がないかなと思っていろいろ探してみたんですけど、このような豆を見つけました。イタリアでもあまり見かけないんですけど、こういうのがあって、まあ、ちょっと小豆が白くなったようなものなんですけど、すごく小豆に似てます形は。それでこれはね、タンパク質が 22.4g だったんですね。なので結構タンパク質多いからこれでもいけるんじゃないかなと思って、で、粒的にもなんか大きさがちょうど良さそうですよね。なのでこれでも試したくなって買ってみました。それからレンズ豆なんですけど、ネットで調べた情報ではタンパク質 9g になってたんですけど、実際はもっと多いのか、その品種によって違うのかわからないんですけど、
タンパク質が 26g って書いてあるものがありましたので、それも買ってみました。なので、まあ、今回今進めてるレンズ豆でもうまくいくような感じしてるんですけど、そちらの方の、今使っているレンズ豆の方の袋を確認したら 13.8g なんですね、タンパク質量が。なので多分その品種とかによってかなり、タンパク質の量が違うのかと思うんですけど、これ 13.8g で、まあそれでもそのネットの情報にあった 9g よりはかなり高いので、まあ良かったんですけど、こちらはさらに26g なので、 26g だったらかなりタンパク質高くて、大豆に近いタンパク質の量だなと思ったので、これでもやってみたいと思いますなので今回やったものがうまくいけば、いろんな豆で試してみるのも楽しいかなと思って、結構ワクワクしています。で、こちらの方はもう早速すぐに試したくなったので、昨日すぐにお水につけておきました。これも水に随分使っているので、これ今から圧力鍋にかけて、茹でます。まあ30分ぐらい圧力鍋かけて様子見てみようかなと思います。で、柔らかくなっていたら、先ほどの容器に入れてまた同じことをして明日まで待とうと思います。このお豆圧力鍋で茹でました。でね、香りが小豆と全く一緒のような感じなんですよ。多分なんかもしかしたら白あんとかに作る時に使うお豆ですかね。ちょっと私知らなかったんですけど、これであんこも作れるかなと思いました。香りがほとんど小豆に似ていました。では早速茹でたてのうちに容器に、これも消毒しておきました、容器に入れて納豆を入れます。納豆をまた少量追加します。布をして、こちらの方もこの状態で40度の状態を保って24時間待つことにします。ようやく冷蔵庫に入れてから24時間経ちました。それではこれから確認してみたいと思います。待望の瞬間です。見た目はこのように、色はかなり納豆っぽくなっています。じゃあ糸引くかどうかちょっとやってみます。あ、結構糸引きますよ。ほら見てください。ちょっとこれはもう味を確認するしかないですね。匂いもね、結構納豆っぽいんですよ。これはひよこ豆の方なんですけど、ちょっともっとこうかき混ぜれば結構出てくるかな。ほら、まあ、出てきます。糸引きますよ。ほら、レンズ豆の方も確認してみます。レンズ豆の方こんな感じ。あ、こっちも糸引きます。ほら見てください。ちょっと糸の引き弱いかなって感じするんですけど、ちょっともうこれ味見してみるしかないですね。それではちょっと味見してみたいと思います。それでは今から早速味見してみたいと思います。お醤油をかけます。それでは味見してみたいと思います。まずひよこ豆の方から。結構ね、匂いは納豆に近いですよ。でもなんかすごくねとっとしてる感じ。あ、全然悪くないですね。なんかね、味は完全に納豆な感じ。ただその食感が違う感じです。ちょっともっとねとっとして芋っぽい感じです。ご飯に合うとかという意味では、ちょっとねとっとしてるので、ご飯にかけるのはどうかなっていう感じはするんですけど、これはこれで結構美味しいです。じゃあ今度レンズ豆の方行ってみます。ちょっと糸の引きがちょっと弱いかなって感じするんですけど、あ、なんか味はちょっと納豆と違う感じですけど、まずくないです。結構これはこれで美味しいです。
味はひよこ豆の方が納豆に近いんですけど、これはこれでなんかちょっと独特の風味があって、まあ美味しいといえば美味しいです。まあなんか大成功ですね。両方ともひよこ豆でもレンチ豆でもまあまあそれなりに美味しいので、まあ大成功かなと思います。はい、もう一つの豆の方は24時間、40度の状態を保ってこれから冷蔵庫に入れます。なんかね、ほら色が納豆っぽくなってきました。結構一番これが納豆に近くなるんじゃないかなって期待度は大きいんですけど、これ今から蓋をして冷蔵庫に入れて24時間待ちます。また明日味見してみたいと思います。はい、こちらの方の豆も冷蔵庫で24時間経過しました。ちょっと様子を見てみたいと思います。こっちもちゃんと糸引きます。ちゃんと納豆菌繁殖しているようです。ちょっとでも糸の引き弱いかなって感じますけど、納豆の匂いは結構一番本物の納豆に近いかもしれないです。もうちょっと発酵させた方が良かったのかな。それでは早速味見してみたいと思います。ちょっと粘りが足りないのが残念ですよね。すごいね、あの色とか粒の大きさとかはものすごく納豆に近いんですけど、あのね、これ結構美味しいです。なんかね、あの粒の感触だとかはかなり納豆に、本物の納豆に近いです。ただちょっと発酵が足りないんでしょうね。納豆の風味が弱いです。もうちょっと粘りも足りないし、あんまり糸をたくさん引かないので、もうちょっと発酵させるように次回はもう一度やってみたいなって感じがします。これまで試したひよこ豆とか、レンズ豆よりもこちらの方が美味しいです。そうですね、これもう一回やってみたい。なんか多分もうちょっと発酵させるために何かが必要だったんでしょうね。でもこれは美味しいと思います。ということで、3種類の豆で、納豆ができるかどうか試してみたんですけど、一応きちんと納豆菌は繁殖したようで糸を引きました。ただもうちょっとたくさん発酵させたいなっていうのはありました。どの豆に関しても、まあひよこ豆は結構発酵したんですけど、あまりご飯に合いそうな感じがしないので、なのでもう一度もし試すとしたら、この日本名がわからない小豆のような、白い小豆のような豆、これではもう一度試してみたいなっていう感じがします。多分どこかに改善する余地があると思うんですね。もっと発酵時間を長くするのか、ちょっとこれも冷蔵庫にしばらく置いたらもっと発酵するのか、まだわからないんですけど、しばらくいろいろもう一度試してみる価値があるなと思ったのは、この最後のお豆です。あといずれにしても本当の大豆で本物の納豆を作ってみたいので、まあ、その時はまた動画にすると思います。いつになるかわからないですけど、なので今回の他の豆で作ってみるという企画はこれで終了したいと思います。意外と簡単なので、環境さえ揃えば意外と簡単なので、この間スーパーで見つけたちょっとタンパク質の含有量が多かったレンズ豆でも試してみようかなとも思います。それではまた、今度は大豆でちゃんと作るときに一度また動画を上げると思います。それでは皆さんもこの企画楽しんでいただけたら幸いです。他の豆でも納豆菌はきちんと繁殖するという事実が分かっただけでも面白かったかなと自分では思っています。それではご視聴ありがとうございました。チャオ。今日大豆見つけました。自然派食材を売っている専門店に行ってみたら見つかりました。400g で2ユーロ10セント。なのでそんなに高くもなかったので良かったです。なのでもう本当に納豆、これで本格的なの作れますよね。近いうちにやってみたいと思います。きちんと、最初に試作してみて、うまくいけばそのやり方もきちんと説明するような動画を作りたいと思います。なので納豆好きの方は楽しみにしていてください。